このドラム王国の素晴らしいシチュエーションの中で、すごく綺麗な絵の中にこのクレハとして立たせていただいて、すごい気持ちよかったです。ワンピースっていうのは熱狂的なファンの方がたくさんいらっしゃるし、このドクター・クレハもとても個性的な役なので、あのファンの皆さんのこの気持ちに沿うように、あの演じられればいいなと思ってやりました。登場シーンが一番かっこいいとは思うんだけれども、でも彼女のね、何ていうのかな、こう自分らしく、そしてあの自分の仕事をあのブラッシュアップしていくっていうのかしら、そういうあのキャラクターっていうのは、自分を仕事をしている女性としてあの憧れるっていうかしら、彼女みたいになりたいですねちゃんとギャランティーももらうっていうのはいいですよねそうね、私も毎日いつも思ってるんだけど、あの生きて仕事をしていくこと自体辛いじゃないですか、毎日。だから一つでも多くこう笑えることで、笑う日がなかったら大きな声で寝る前に笑うとかね、そういうふうに心がけてます。なんかもうとにかくあのネガティブなものは周りに置かない、ハッピーなものしか置かないっていうふうになるべくしてるんだけども、はい。そうね、旅行も行ってみたいし、新しいなんかことにもチャレンジしたいですね。いつも海外旅行に行くと、今度こそ英語やろうと思って意気込んで帰ってくるんだけど、仕事を始めちゃうとできないじゃないですか。ちょっと勉強したいかな、ブラッシュアップしたい。逆にでもまだ勉強したいですよ。もちろんもちろん、死ぬまでね。死ぬまで、あの好きなことで終わらないように、好きなんだけれどもそれをすごく極めるっていう、で好きだとすごく行動ができるので、あのただ好きで終わらない、仕事にするためには好きなことをあのなんていうんですか、動いていく、常にこう自分でこう整理して動いていくっていうことが必要だなと自分をも含めて思っていて、あのなんていうのかしら困難とかにこう立ち向かった時に、好きだったら克服できますよね。でそこでまた一つ覚えて、好きだからこそ次に行けるっていうような、だから行動ありきだと思う、好きっていうことは。だからすごくやっぱり好きだからこそ極めなければいけないんじゃないかなっていう責任もありますよね。